まこなこです。いよいよ全日本として戦っていくことができるようになりました。この大会はブラジルで開かれる本大会に出るための予選だ。負けることはできないぞ。各自自分のポジションをしっかりと受け持ち、チームプレーに努めろ。ということで、まずメンバーチェンジやっていきましょう。これゴールキーパー若島津の三角飛びで確実に止めていくというのもいいんだけど、やっぱりレベルアップをさせていかないといけないんで、ならば若林最初から使って若林の育成やっていこうかなと思います。他はこのままで大丈夫かな。佐野、沢田、高杉、伊沢、滝、木杉、反町、三杉が最後後半で投入という感じで、今ベンチにいるメンバー読み上げましたけど、で森崎は一生出てくることは多分ないでしょう。でディフェンスタイプはカウンタータイプ、フォーメーションは4-4-2。これでやっていきます。要所要所で佐野とかね、沢田入れてコンビプレー使うという手もあるけど、無理に使わんでもこのメンツでなんとかやっていけると思います。まずは敵の強さ見るために、これ多分敵名前がある人いないんじゃないかな。こうなるとものすごく楽にプレイができそう。さて翼くんのごぼう抜き、果たしてゴールまでいけるかどうか。なのでこのアジア予選は、ああそれでも際どいな。そしてここで反則、日本にペナルティーキック。まあアジアで強いキャプテン翼のキャラクターなんてね、全然イメージないからね。多分このアジア大会はあっさりとクリアして、そしていよいよブラジルでの本戦ということになりそう。この音楽もいいよね。本当音楽に関してはスカイラブタックルと新田くんパスカットで、今回もう日本になったことによって、こうした必殺技をね、いろいろと使わされんのかい。あーパスだったのか。それにしても必殺技が、ああもうあっさりとかわされようとは。いろいろと必殺技使えるんで、今まで翼くんだけが頑張んなきゃいけなかったとか、美咲くんと新田くんだけが頑張んなきゃいけないとか、そういうことがないからね。その点はすごく楽。児童くん向かってくが届かない。キャッチできるよねこの程度だったら。さすが若林君、一作目ではもう全く見ることもできなかったこのキャッチのシーンを。で日向君がもう前にいるからボール送りましょう。高いボールオーバーヘッドで決まるかどうか。どうだ、うん問題ないか。すごく楽な試合ができそう。あとはどうやってレベル上げていくか。多分ガッツリを使えばね、多分上がるんじゃないかなと。経験値みたいなものがあってね。なのでどんどん必殺シュートを打っていくのがいいような気がする。そしてガッツ減らして、それでレベルが上がっていくんであればね。さすがに今までのように一人が突出するように、ね、上げていっても勝っていくのは難しいと思う。ちょっと新田何やってるんだこいつは。2回連続足蹴り食らわしたぞ。どうなんだろうな、後々の作品になるとレッドカードとかイエローカードあるんだろうか。美咲くんと翼くんのコンビのディフェンスをあっさりかわされて、やっぱり守りは見過ぎがいないとダメか。石崎くんは能力低いな。スカイラブパスカット際どいところでかわされて、パスはやってこなかったか。これ決まらないのにこんな、おっと取った。決まらないのにこんなに大技使う必要あるのかとか言おうと思ったけどね。まずは日向くん育てましょう。場所からネオタイガーショット、
まるんじゃないか。吹き飛ばしてボールはゴールに。さて続けてやっていきましょう。あれか、そっか、美咲くんにボール渡してコンビプレーでどんどん前行くってでもあるのか。一作目はワンツーだけだったけど、二作目はね、どんどん前に行ってくれる技ができてるから、その点すごく攻めもしやすいと思う。あと松山くんをね、この前に出してシュートどんどん使わせるってもね、あるんで、誰に渡すか、美咲くんに渡すか。ここでコンビプレー使って進んでもらいましょう。一瞬止まったからどうしたものかと思ったけど、あー、そして今回ユニフォームの色赤か。一作目は青だったので、結構日本のユニフォームの色にね、今のユニフォームの色に合ってるなとか思ってたけど、今回は赤になってた。でどうも昔から結構青いユニフォームを日本代表、現実の日本代表は使ってたらしいので、まあ、一作目それに合わせたのかなとかもね考えたけど、でもこうやって赤色にしてるってことはそうではないってことでね、偶然青色があったっていうね、そういう話だったのかな。どうなんだろうね、過去にこの赤いユニフォームも日本あったんだろうかね、代表でね。気になるところ。さて日向君がついて、これタックルで、会いましょう。次は新田か、新田にやらせるか。新田くんも強いイメージはあるんだけど、まだ2作目まではそうでもないのかな。どうだ、はやぶさシュートはさすがに決まらないか。カズオくんがスカイラブツインシュート。ここら辺もなんだかんだでシュート決まらないっていうイメージがあるんだけど、さてさて、さすがに名前のないキーパーであれば問題ないけれども、後々になるとなんかあんまり決まらなかったかなという、そんな記憶がある。どうしようかな、正尾和夫を外すという手も。おっと翼くんが取った。で澤田くんあたり入れて、ヒューガとのコンビプレーでどんどん前進んでもらうというのもありかなとかね、考えたりもしますけど。さてここでドライブシュート、ヒューガと同じような距離で打ってみたが決まった。こちらも問題なしか。翼くんがボールを弾いて、もう1点いけるんじゃないか。新田じゃ厳しいか。新田の位置に松山くん持ってきて、松山の場所に見過ぎ置くという手もありかもしれないけど、ダメか、うん、ここに新田くんに蹴らせよう。あ、松山くんに今蹴らせるって手もあったな。そっかそっか、コーナーキックを松山くんにやらせるというのは考えとしてはありかもしれない。あー、ダメだ、はやぶさシュートダメだな。ガンガンとガッツ使っていきましょう。これは取れてない。石崎くんは特段何かできるわけでもないから、美咲くんにボールを渡して、低いボールであるならば
あっと、ビアナに入ってなかった。さて後半戦迎えます。忘れずに見過ぎを入れましょう。石崎とカエルというのはまあ無難なんだけど、どうなんだろうな。石崎も顔面ブロックあるからね、成長してもらいたい気がする。そうすると正尾和夫とかそのあたりを外してもいいのかなって気がするけど、翼がレベル19、いった14、ヒューガも19、これどうやって決まってるんだろうな。美咲も19、和夫とかは14か、松山も14、若林は12。なんか誰かのデータを引き継いでるかのようね、今までやってきた敵というか敵味方のね。他は12だね。見過ぎは14。かなりバランスが悪い。じゃあちょっと飲み物でも取ってきます。じゃあやってきましょうか。何かパッと見たところ、今歌を歌ってたかのようなものが見えたけれども、今回寝ないのかな。さてここはボールを取った。これもジェミニアタックで、この辺りのコンビプレイの消費ガッツも確認しておかないと。それは想定外だったな。まさかこんなにもあっさり取られようとは。ヒューガ君がボールに向かうが取れない。翼君がついた、かわされた。なんとか見杉くんにも活躍させたいんだけど、噂をすれば出てきた。今回はどうだろうな、あまり数字がすごい突出してるっていう感じではなく、一作目のようにねすごい現実的な数字になっているように見えますけど、まあ一旦見杉くんに渡そう。あと松山くんに渡ってしまった。松山くんはそこまで強いというわけではない。イーグルショットを使ってみましょうか。4番届かない。入るのかい。まさかだこっちのゴールエリアから向こうのゴール内に入ろうとは。なんだろうな、距離によっての減衰効果ってないのかな。威力が下がるのかね。さきくんがついた。あっさり取って、じゃあここはゴールデンコンビで和夫正夫とね違うところをお見せしないと。これも取られたら笑っちゃいますけどね。うん、問題なく。そしてみさきくん一人突っ
込んでしまってるが、もうこのままドリブルでキーパー抜けましょう。うん、浅いかわして、カバーがなければ点数決まる。どうしようかな、メンバーチェンジで見過ぎ前に持っていくという手も、まあいっか、このままで面倒ですね。さて敵パスやってきたが、これをマサオくんが取りに行くが届かない。あー、ソーダくんもいたな。そういえばこのシュートは問題なくキャッチできるでしょう。弾くのか、まあ、レベルが低いからっていうのもあるんだろうけど、できれば取ってもらいたかった。では見杉くんで一気にドリブル、なんかガッツ、消費するガッツが減ったっていうか、まあ増えたか、すごい減りが早くなったという。これ5ポイントずつ減ってるな、多分他のキャラクターだと3ポイントずつだと思うんだけど、で今回はどうなんだろうな、前作は25分経過するとガッツがゼロになるんだけど、今回逆にそういったものがなくなってる可能性もねあるんで、そのあたり様子を見ないと。また後半5分ぐらいになったら見過ぎのガッツを再確認で、見過ぎくん低いボール、これ高いボールだと特殊な、なんかスーパーオーバーヘッドだかなんだか知んないけど、そんな感じでねシュートを打てるんだけど、残念ながら低いボールになってしまった。ヒューガくんボレーシュート問題なく決まって、どうしようかな、メンバーチェンジで前出そうか、チームデータ変える、ディフェンスタイプもプレスで、でポジションチェンジ、あ、メンバーチェンジとポジションチェンジができるようになってるのか。こんな感じでやっていきましょうか。さて美咲くんたちがついた、うん、どうなんだろうな、見過ぎそこまでじゃないね、やっぱりね。前作のあの突出したところが結構ね魅力的だったんだけど、今回すごい抑えられてる、まあ、ある意味ゲームバランスをすごい取ってきたのかなって感じもねするけど、レベルの上がりにくさとかもね含めてね。いろいろなとこで変化がある、ゲームとしてはね良くなってるような気はしますけど。さてこれでコーナー上げましょう。あ、もう見杉くんガッツ149か、多分もし高いボールだっても特殊なオーバーヘッドは使えなかったと思う。だがやっぱりシュート力は低いか、残念だな、シュート決めてもらいたかったけど。ならばトラップしてドリブルで突っ込んだ方が良かったかもしれない。さて新田くんがなぜかディフェンスに入っている。取れずか、なんとか後半5分の段階でボールを持って見過ぎのガッツを確認しないと。ここはクリアできない。うん、若林君もキャッチができなかった。よくよく考えてみれば翼くんを全くね使ってなかったような気がする。ボール弾かれて、このボールは美咲くんが受け取り、翼くんにパスしましょう。これはナメプだったか、少し間にたくさんいたのは分かっていたけど。そしてゴールデンコンビ、イメージとしては美咲くんにゴールデンコンビ使って前に出て行ってもらって、でその後センタリングで誰かシュート力強い人に打たせればいいんじゃないかなとかね考えてますけどね、今後の組み立てとしては。さて
ドライブシュート。問題なく決まらない。そこに三杉くんフォロー。これガッツどうなってんだろうな。もともと少なかったけどゼロに一気になるってことは多分今のを見る限りはないような気がする。今作はガッツの消費が激しいというそれだけかな。だからこの30分後もし延長とかあった時にどうなるか、もうゼロになってしまう恐れも、ね、あるんで。さて最後1点翼くんが取って10対0。してるけど、あっと引っかかんなかったな。多分もうゼロになってるんじゃないかと思うけどね。あーどうなんだろうな。何もやってなくてもこれガッツがゼロに向かって下がっていくとかそんなことないよね。地頭くんが向かってこぼれ玉。多分ガッツが回復しないとかそういったことはありそう。ゼロのままだもんね。さて松山くんこれトラップしてまたシュートやって終わらせましょう。なんとかディフェンダーも強くなってもらわないと困るから、ガッツを使って。おっと吹き飛ばした。だがこぼれ玉になってそれをヒューガくんが取って、通常シュートしかで雨だな。翼くんももうガッツない。ソーダくんに渡そう。全然活躍してなかったけど今作はカミソリシュート使っても音が鳴り止むことはなさそうなんで。1作目あれなんでねあんな風になったんだっていう感じだよね。良い場面であれ使ってカミソリシュート使って音が鳴らなくなるとね、すごいその後が寂しくなってたんで、今回はそうした心配はない。敵がシュートやってきた。さて守りきれよ。守りきれてないぞ。ダメか若林じゃん。やはり時代は若島津なのか。というわけでホイッスルが鳴り止み、日本シリアを下しました。次は中国。あ、なんか特殊技使ってきそうなキャラクターがいそうな気がする。上がったね。若林も上がった。翼見すぎ。ヒューガが上がってない。あれ、上がってないね。ということでなんとか初戦クリアすることができました。まあこの大会自体はアジア大会は問題なく勝てるとは思うんだけれども、スコア面を見ておきましょう。アジア大会は問題なく勝てると思いますが、さてさてどうなるか。この続き興味ございましたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは。